タングステン作戦は、イギリス軍が3月末から4月初めにかけて実行したドイツ戦艦、ティルピッツ攻撃。空母、ビクトリアス、フューリアス及び護衛空母4隻などが参加し、ノルウェーのコーフィオリ理ドで、ティルピッツに対して航空攻撃を実施した。ティルピッツに損害を与えることはできたものの、撃沈に至るようなものではなかった。ドイツ戦艦、ティルピッツの脅威は、 第二次世界大戦中のイギリス海軍戦略に大きな影響を与えた。ティルピッツは1941年2月に就役し、同年末には上院の訓練を完了した。同じ頃、同館のノルウェー配備が決定された。それは連合国軍によるノルウェー進行阻止と北極海と経て、ソ連へ向かう戦団に対して脅威を与えることを意図していた。 それらの戦団は多量の軍需品をイギリスやアイルランドから運んでおり、しばしばノルウェー配備のドイツ空軍及び海軍部隊の攻撃を受けていた。ティルピッツは1942年1月にノルウェーにつきフィヨルド内の停泊地から作戦を行った。ティルピッツが作戦可能である限り、 その輸送船団に対する出撃に備えて、イギリス本国艦隊の強力な部隊を割いて置かなければならなず、また、ソ連へ向かう船団の工程の大半には、主力艦が随伴した。イギリス軍は1942年から1943年にかけて幾度かティルピッツ攻撃を行った。1942年3月6日に、 ティルピッツが b 9 2戦乱攻撃に出撃した際は護衛部隊の中の空母ビクトリアスから雷撃機による攻撃が試みられたが命中しなかった。1942年から1943年の間に実施されたイギリス空軍やソ連空軍による停泊地内のティルピッツ攻撃も失敗に終わった。1943年9月23日の ノルウェー北部のコーフィヨルド内のティルピッツに対する X-T による攻撃では大きな損害を与え6ヶ月間作戦不能にした。損傷したティルピッツをドイツへ開港することは非常に危険であると考えられたため、その修理はコーフィヨルドでなされた。1944年3月17日までにティルピッツの兵装、機関及び船体の修理は完了したが、 いくつかの重要ではない修理は魅了であった。イギリス政府やイギリス海軍は、ティルピッツが復帰した際のその脅威について不安視した。連合国側は修理の進捗状況を暗号解読や写真偵察、ノルウェーイル、諜報員からの報告によって把握していた。修理がなった、ティルピッツが出撃して、ノルウェー海や大西洋で戦団を攻撃できるようになることが危惧された。 それによる護衛の必要性により計画されていたフランス侵攻支援に必要とされる艦艇がそちらに取られることともなる。結果、1943年遅くにはさらなるティルピッツ撃沈作戦実施が決まった。連合国側は不安視していたが、ティルピッツによる連合国船舶に対する危険はわずかなものであった。1943年後半以降、 ティルピッツは連合国軍による攻撃の恐れや燃料不足のため訓練のための出航ができなかった。また燃料不足は発見や攻撃を困難にするための停泊地の変更が不可能であることも意味した。コーフィオルドのティルピッツ攻撃で取り得る選択肢は少なかった。傍受した通信や諜報員からの情報は戦艦の水中の防備が改善されており、 また、消火機も増えていることを示していたため、もう一度潜水艦からの襲撃を行うことは、非現実的であるとされた。イギリス空軍爆撃機軍団の指揮官、アーサー・ハリスも、重爆撃によるティルピッツ攻撃実施は、コーヒヨルドは、航続距離外であり、また、戦艦の火器は、多くの死傷者をもたらすであろうとの点から拒否した。それらの選択肢が除外され、 本国艦隊の空母にその任務が割り当てられた。その当時、空母、フューリアスと、ビクトリアス、護衛空母4隻が投入可能であった。コーフィオルド襲撃の計画は1943年12月に始まった。本国艦隊司令長官、ブルース・フレイザー中将は、作戦成功の可能性について楽観的ではなく、作戦を引き受けるにあたって第一海軍協。 アンドルー・カニンガムによる説得を要した。フレーザーは、自席指揮官ヘンリー・ムーア中将に、襲撃の計画と指揮を任せた。作戦は当初、スラストフル作戦と称されたが、後にタングステン作戦と変わった。攻撃は最初は、ティルピッツが作戦可能となると考えられていた時の直前の1944年3月中旬に予定されていた。しかし、 ビクトリアスへの新型レーダー装備の間延期され、2週間遅れとなった。シンガポールへの日本艦艇の集結の対抗するため、ビクトリアスがインド洋に必要となったことから2月には、タングステン作戦の中止が検討されたが、作戦推進のため、アメリカ海軍が空母サラトガを一時的に東洋艦隊に派遣したため、ビクトリアスは北海に留まった。 襲撃の計画は、艦隊航空隊のフェアリーバラクーダによる2波の急降下爆撃を中核としていた。攻撃隊はそれぞれバラクーダ21機と護衛の戦闘機40機からなった。戦闘機のうち、ビクトリアスからの F4 ユーコルセアは、対ドイツ軍機の護衛であり、フューリアス及び護衛空母、エンペラー、パーシュアー、サーチャーからの F4 回、ワイルドキャットと回6回、 ヘルキャットは、ティルピッツ周辺の対空砲台やティルピッツ自体に対して、機銃操射を行うこととなっていた。また、他の、フューリアス搭載機や、護衛空母、フェンサー搭載機が、ドイツ軍機や、潜水艦の攻撃に備えることとなった。艦載機用の戦艦の艦艦装甲を貫通できる、爆弾は、不足していたが、新開発の1600ポンド鉄鋼爆弾は、 高度3500フィート以上から投下されれば、少なくとも、ティルピッツの装甲の一層目は貫通でき、それによる損害で、ティルピッツを、作戦不能に追い込めると期待された。9機のバラクーダが1600ポンド爆弾を搭載し、22機は200フィート以上から投下すれば、防御の薄ゆえ甲板を貫通できる500ポンド半鉄鋼爆弾を、搭載。残る10機は、 上院の殺傷や資金の水中での爆発時に水戦下に損害を与えることを狙って500または600ポンドの通常爆弾と対戦爆弾搭載であった。ノルウェーのコーヒオルドに見立てて訓練が実施されたスコットランドのエリボルワン艦隊航空隊の作戦参加部隊は1944年2月より激しい訓練を行った。航空兵の多くは 経験不足であり、ビクトリアスの艦長は、自身の艦の航空兵の85%は、洋上での作戦経験がないと見ていた。訓練予定は、スコットランド北部のエディボル湾が中心であった。そこは、コーフィヨルド同様急瞬な丘に囲まれた場所であった。オークニー諸島のハットストン基地より飛び立ち、エディボル湾周辺で、対空砲火を避け、 ティルピッツ攻撃を成功させるのに必要な戦術の習熟のための訓練が行われた。イギリス海軍はコーフィーヨルドの防備に関する情報を活用して訓練地を可能な限りティルピッツ周辺と同じようにした。また、搭乗員はドイツ軍陣地の場所について詳細に説明を受けた。また、湾中央にある島の上に戦艦の大きさの場所が区切られ繰り返し爆撃された。 このような準備が進む一方、連合国はティルピッツの監視を継続した。2月後半、護衛空母、チェイサーはイギリス空軍写真偵察文献隊の写真分析家や地上要員をソ連のバエンが飛行場へ運んだ。彼らのもとに3月に3機の写真偵察任務仕様のスーパーマリンスピットファイアや1機のプリ・カタリナが加わった。 スピットファイアは3月12日と13日に非常に詳細なティルピッツ及び周辺の対空砲台の写真を撮影し、現像された写真はカタリナがイギリスへと運んだ。北部ノルウェーのドイツ軍はスピットファイアの飛行を探知していたものの、コーフィヨルド地域の防備が増強されたり、警戒態勢が取られたりはしなかった。ティルピッツの戦闘準備はほぼできており4月1日には、 高速航行試験を実施することを示す暗号解読された通信に基づき3月中旬にタングステン作戦実行の最終決定はなされれた作戦の遅れのため作戦部隊の出撃はソ連へ向かう JW58 戦団の出航と重なった攻撃の最終準備の一環として3月28日にエリボルンで完全なリハーサルが実施された 4月1日以降、海軍本部は、コーフィヨルド近くのアルタにいるノルウェーの、諜報員団から1時間ごとの気象報告を受け取った。作戦参加官邸。手前は、ヘルキャットを乗せた、護衛空母、エンペラー。後方は、空母、フューリアス、護衛空母、サーチャー、パーシュアー及び軽巡洋艦、ジャマイカイギリス海軍は、タングステン作戦のために、 強力な部隊を編成した。攻撃隊の中核は、バラクーダ装備の2個飛行団であった。一つ目は、第827海軍飛行隊と、第830海軍飛行隊からなる第8飛行団で、もう一つは、第829海軍飛行隊と、第831海軍飛行隊からなる第52飛行団である。通常、前者はフュリアスに、後者は ヴィクトリアスに配置されていたが、同時に発艦しまとまった部隊として、戦闘に向かえるようムーアは、核飛行団から1飛行隊ずつを、それぞれの空母に配置した。作戦参加艦艇は最初は2つのグループに分かれた。第一部隊は、戦艦、デューク・オブ・ヨーク座上のフレーザーが直卒し、他に、ヴィクトリアス、戦艦、アンソン、軽巡洋艦1隻と駆逐艦5隻からなった。 第2部隊は、アーサーラトゥーシュビセット少将が指揮し、フューリアスと護衛空母4隻、駆逐艦5隻とタンカー2隻からなった。第1部隊は最初、JW58 戦団の支援を行う一方、第2部隊は別個に出航して、直接、ノルウェー沖へ向かい、4月3日にアンソン、ビクトリアスと合流して、翌日攻撃を実施する計画であった。コフヨルドの ティルピッツの停泊地は、対空砲台及び戦闘機によって守られていた。タングステン作戦時には、ティルピッツ付近の沿岸には、対空砲台が大口径のものが4カ所、小口径のものが7カ所あった。また、通常防空艦や駆逐艦もティルピッツ付近に停泊していた。ティルピッツの対空砲は68門であった。 コーフィヨルド周辺には飛行機からティルピッツを隠すための煙幕発生装置も設置されていた。ドイツ空軍はコーフィヨルド付近には少数の戦闘機しか配備しておらず、また燃料不足による制約を受けていた。JW58 戦団がロフホ EWE より出航した3日後の3月30日に第一部隊はスカパフローより出撃。 第二部隊も同日遅くに出撃した。船団は3月30日にドイツの作敵機に発見され、17隻の潜水艦による攻撃が行われたが成果はなく逆に4隻が撃沈された。JW58 船団は4月6日に目的地のコラワンに着いた。ビクトリアス飛行艦艦上での攻撃準備の様子、好ましい要素が組み合わさっていることから、フレーザーは カーフィヨルドに対する攻撃を42時間早めることに決めた。解読されたドイツの信号によれば、ティルピッツの試験は4月3日まで延期されたということで、あり、フレイザーはその日の攻撃は、通常のよく防備された低白地から離れたティルピッツを捉えられると期待した。さらに、j w 十八戦団の護衛はよく任務を果たしていて、ティルピッツ出撃の兆候はなく、 第一部隊による輸送船の支援はこれ以上必要ないとフレーザーは判断した。気象条件も初春のノルウェー海としてはいつになくよく航空作戦に適していた。攻撃の決断がなされた後、タンカーと護衛の駆逐艦2隻が第二部隊より分離されてコーフィヨルドの北西300マイルへ向かい、そこで燃料不足となった駆逐艦への補給のため待機した。 第2部隊は第1部隊との合流地点へ向かい、4月2日16時20分に合流した。両部隊の合流後、フレーザー座城のデューク・オブ・ヨークと駆逐艦2隻は北西へ向かい、ティルピッツが気づかないうちに出撃した場合に、その溶撃を行うための位置に着いた。他は攻撃隊の発進地点へと向かった。4月3日4時15分に攻撃隊の発艦は開始された。 その時、艦隊は、コーフィヨルドから120マイルの場所にあった。まず、第1834と第1836海軍飛行隊のコルセア10機が、発艦し、続いて、第8飛行団のバラクーダ21機が、ビクトリアスとフューリアス発艦した。バラクーダのうち7機は1600ポンド爆弾を、残りは500、または600ポンド爆弾を搭載した。 バラクーダが空中に上がると、第800、第881及び第882海軍飛行隊のワイルドキャットとヘルキャット30機が発艦した。攻撃隊第1波の前期は無事発進し、4時37分には編隊を組み終えた。飛行条件は依然として申し分なく、またドイツ軍はイギリス艦隊の接近の際それを発見はしていなかった。 攻撃隊はレーダーによる飛探地を避けるため海面から50フィートの低空を飛行した。海岸から20マイルの地点に達すると700フィートまで高度を上げ5時8分に陸地を確認した。攻撃隊は西からアルタフィオルドに接近し、ラングフィオルド西端を通過すると南へ変身。それから機体と回り5時30分より少し前に、 コーフィヨルド南岸の丘を越えてティルピッツを攻撃した。攻撃隊の到着はティルピッツの不意をつくこととなった。ノルウェーの海岸を越えたあたりで攻撃隊はドイツのレーダーに捉らえられていたが、即座にティルピッツに警告はなされなかった。攻撃が行われた際、ティルピッツは高速高校試験のための出航準備中で、乗員は罰病作業に忙殺されていた。 防衛用の5隻の駆逐艦はすでにストジャンシュンデートの試験地に向かっていた。レーダー施設からの警報が届いたのはイギリス軍機がコーフィヨルド上空に現れる直前であった。攻撃が始まった時も乗員はまだ戦闘配置に着く途中であった。この時、ほぼすべての水密扉は閉じられておらず、応急部署にも十分な人員はいなかった。計画通りに、 イギリス軍の攻撃は、ティルピッツに、対空火器や、沿岸の砲台に対する、ヘルキャットとワイルドキャットの機銃装射で始まった。この攻撃で、ティルピッツでは砲手に、多くの死傷者が生じ、対空射撃指揮所は、使用不能となり、いくつかの方が損傷した。機銃装射は、コーフィヨルド内の防空艦に対しても行われた。続いて21機のバラクーダが攻撃を行い、 60秒以内に通常爆弾1発、500ポンド半、鉄鋼爆弾3発、1600ポンド爆弾3発が命中した。合計では、ティルピッツには10発の爆弾が命中した。大園ハーンは、投下高度が低すぎたため装甲艦班を貫通できなかった。人的被害では100名台の乗員が死傷。艦長のハンスマイヤーも負傷し、別の士官が指揮を取った。 ティルピッツはコーフィーヨルド西岸へ漂流して座礁したが、すぐに離礁した。第830飛行隊のバラクーラ1機は攻撃後に墜落し、搭乗員3名全員が失われた。第1次攻撃隊は6時19分に母艦への着艦を開始し、6時42分までに収容完了した。第1次攻撃隊の攻撃下にある、 イルピッツ第2次攻撃隊の最初の機は5時25分に飛び立った。第829飛行隊のバラクーダ1機は発艦直後に墜落し、搭乗員3名が死亡した。また、同飛行隊の別の1機はエンジンに問題があり、発艦しなかった。第2次攻撃隊では2機のバラクーダの身が1600ポンド爆弾を搭載していた。第1波同様40機の戦闘機が バラクーダに同行した。その内訳は、第1843及び1836海軍飛行隊のコルセア10機、第866と第898海軍飛行隊所属のワイルドキャット全20機と第804海軍飛行隊のヘルキャット10機であった。5時37分までに全機発進し、コーフィーヨルドまでは特に何事もなく飛行した。 今やドイツ軍は警戒していたが、コーフィヨルド周辺で発生させられた煙幕は、ティルピッツを隠すのに十分にはなっていなかった。第2波の攻撃は、第1波と同じようなものであった。まず、ヘルキャットが砲台を機銃操射し、ワイルドキャットは戦艦を攻撃した。戦闘機はまたコーフィヨルド内のドイツ船舶や、無線施設もしくは、無線方向探知施設も攻撃した。 バラクーダは6時36分に急降下爆撃を実施し、1分以内にティルピッツ2600ポンド爆弾1発と500ポンド爆弾4発を命中させた。ドイツ軍は攻撃に対する警報をほとんど受けておらず、また円幕はイギリス軍機を隠してしまった。結果、砲手は猛射するしかなく、バラクーダ1機を撃墜したのみであった。 同期の搭乗員は3名全員戦死した。第二次攻撃隊は7時20分から7時58分にかけて母艦に着艦した。損傷したヘルキャット1機が駆逐艦アルゴンキン付近に着水し、コルセア1機は着艦時の事故で大破したが、パイロットは共に助かった。攻撃が行われている間、第801、第842及び、 第880海軍飛行隊のワイルドキャットとシーファイア25機が艦隊の防空を務めた。第842海軍飛行隊のフェアリーソードフィッシュ9機は対戦紹介を実施した。艦隊に対する脅威はなく2時にわたる攻撃の最後はコルセアが防空任務を引き継いだ。4月3日午後。 ムーアは翌日カーフィヨルドに対して再攻撃を行うを検討した。だが、攻撃中に撮影された写真の暫定評価は、ティルピッツが大損害を受けたというものであったことから、再攻撃の不実施を決めた。ムーアはまた航空要員が疲労していることに気づいて、おり、アンド・ワズ・リラクタント・2エクスポーズ・ゼム・ツー・ホワット・ウッド・ナウビー・アラート・ディフェンセス、よって、彼は祈祷命令を出し、 艦隊は4月6日午後にスカパフローに帰討した。ジョージ6世とウィンストン・チャーチルは艦隊へ祝辞を送ったが、チャーチルとカニンガムは共にティルピッツの復帰を気にかけていた。また、カニンガムは4月4日にムーアが攻撃を実施しなかったことを残念に思った。空母、ビクトリアスに着艦するバラクーダ。ティルピッツに対する2波の攻撃は概ね計画通りに進行した。 登場員たちは、コーフィールドの防備や地形は、エリボルコの演習場と似ていると感じた。攻撃後の報告の一つでは、作戦は、事前に頻繁に実施した訓練と、ほとんど同じであったと述べられている。交換戦士の著者スティーブンロスキルも攻撃について、見事に調整され大胆に実行されたとしている。計画と実行時との最も重大な相違点は、多くのパイロットたちが、 命中率を上げようとして定められた最低高度の3000フィートよりも低い高度で爆弾を投下したことである。最適より短い飛行時間のためティルピッツに命中した爆弾の中には装甲艦班を貫通するの必要な速度に達していなかったかもしれない。イギリス側では搭乗員9名が死亡した。ティルピッツ近くの水中で爆発した2発の爆弾は船体に 箱を生じさせたが、命中した15発の爆弾の中で主パンの装甲体を貫通したものはなかった。その結果として、砲や弾薬庫、機関には大きな損害はなかった。ティルピッツの被害の大半は上構前や装甲行パン間に生じた。右舷のカタパルトやクレーンは破壊された。また搭載機のアラド水蒸気も2機とも破壊された。 右舷の2番 150mm 砲塔は使用不能となり、左舷の3番 150mm 砲塔はかなりの損害を受けた。主管食堂やいくつかの調理室は残骸と化し、管内は煙が充満した。煙突にも断片が当たり、ボイラーの吸気口すべてが大きな被害を受けた。衝撃で右舷のタービンが使えなくなり、消火に用いられた塩水の混入で、 ボイラー2機も使えなくなったが、コーフィオルド内での航行は可能であった。人的被害では122名の水兵が死亡し、316名が負傷した。死傷者数は全乗員の15%に相当した。死傷者の大半は対空砲の砲手で、戦闘機による、機銃傷者によるものであった。イギリスの戦闘機は、小海底4隻や大型の工作艦1隻も、 攻撃した。トローラーの丁長が一人死亡し、他に13名が負傷した。アルタにいた秘密情報部のトースタインラビーは攻撃の数時間後に民間人の被害はないと報告した。1ヶ月後の報告では、ドイツ側はティルピッツの修理に数ヶ月かかると見ているということが伝えられた。ドイツの海軍総司令官カール・デーニッツはティルピッツの修理を命じた。 航空機の支援がないため、ティルピッツはもはや連合国の戦団に対する作戦を実施することはできないが、連合国海軍を拘束しておくため現役に留めておくことが望ましいと考えられた。ティルピッツの修理は6月中旬に完了した作戦後、イギリス側はティルピッツの修理には6ヶ月を要すると判断した。4月13日、 カニンガムはフレイザーに対して新たな攻撃の実施を命じた。4月から5月にかけて、プラネット作戦、ブローン作戦、タイガークロー作戦が発動されたが、いずれも悪天候のため中止となった。よって、次に攻撃が実施されたのは7月のマスコット作戦であった。第1部隊、第2部隊。ありがとうございます。